ピュイドイコールドーム県は、フランス中部の県、オーベルニュローヌアルプ地域県に属する。県名は、有名なドーム型火山であるピュイドドームに由来する。県民は2005年12月までピュイドモアと呼ばれたが、2006年春から、県議会は、表記をピュイドモアに切り替えた。これ以来、すべての公文書や出版物でこの表記が取られている。 フランス革命期の1790年3月4日に設置された83県の一つである。それまではオーベルニュ州であった。当初はモンドールと呼ばれたが、国税当局から過度の注意を引く恐れがあったため、地元の大議員、ジャン・フランソワ・ゴールティエ・ド・ビオーザの介入により、ピュイド・イコールドームに解消された。かつてのオーベルニュ州を現在の県で色分けした、図現在は、 オーベルニュローヌーアルプ地域圏に所属し、ロワール圏、オートイコールロワール圏、カンタル圏、コレーズ圏、アリエ圏、クルーズ圏と隣接する。中央高地に位置し、80カ所以上の河口を持つことを誇りとしている。オートルートの A71 号と A72 号で、パリから3時間、リヨンから1時間かかる。地中海方面へは A75 号が伸びる。 リブラドワホレ地域自然公園がある。ケントのクレルモンフェランはミシュランの企業城下町としてよく知られている。ティエールは14世紀から刃物の伝統が続くオーベルニュで最も古い工業の町である。地方は観光業に向いている。ピュイドドームは都市部に住む人々の休日の行楽地として人気がある。1999年国勢調査によると 県内の住宅の11.7%は別荘として使われている。参照元、スプルフ2006年度 INSEE2007 年度。ありがとうございます。